登録者数が最近伸び悩んでいる青木です。今日も最初に暗号通貨ニュースを読んで、その後にチャート分析の方、今日ビットコイン、リップル、シバイヌ、IOST、パレットドグの、5つを見ていきたいと思います。暗号通貨ニュースは、シバイヌに関しての、記事があるので、まとめたものをちょっと読んでいきたいと思います。題名が、正念場を迎える金融市場でビットコイン南極に、主要アルトはシバイヌトークンなど上昇っていう、記事ですね。で、読んでいくと、今メタバース関連銘柄が上昇を一服していて、でマナが前日比マイナス 6%、 サンドが前日比マイナス 8.6% で、時価総額上位のアルトだとアバランチが前日比プラス 8.14%、 12位の柴犬トークンが前日比プラス 14.1% で、で19位のポリゴンが前日比プラス 7.91% と反発しています。でこの柴犬トークンの前日比プラス 14.1% なんですが、この原因として、VR 開発企業のフォワードリアリティのウィリアム・デビッド・ウォーク氏を柴犬ゲームズのプロジェクトに迎え入れたことを発表したことが原因として考えられていて、でこれによって柴犬トークンのメタバース進出の思惑で買いが入ったものと考えられているようです。でちょっとツイッター見て調べたんですけど、4日前に柴犬のツイッターで W の文字が出てきてて、でこの W が芝スワップのウーフの機能を指しているんじゃないかと考えられていて、でこの WV の V の方がメタバースのバースの V として考えられているようです。まあ思惑の範疇にはなるんですが、で今回 VR パブリッシャーのウィリアムさんが柴犬ゲームズの開発に加わることで、より柴犬のメタバースの進出可能性が強くなってきたんじゃないかなと思います。私は昨日ツイッターの通り、柴犬はまだ売却していません。はい、暗号通貨ニュースは以上です。はい、それではチャート分析の方をしていきたいと思います。はい、ビットコインから見ていきたいと思います。ビットコイン冷やし、冷やしが6万ドル超えてこないと、まだ昨日の上昇は一過性の反発の範囲として個人的には見ています。で今小回し高値で推移していて、でここもレジスタンスとして機能してきているのと、でその上にはこの大きな幅のレンジ高値6万70ドルもあるので、まだ上昇回帰として見るのは早いと思ってます。で冷やしでもまだ1回しか底値圏で深掘りしてないのと、逆三尊も作ってなくて、上昇するにしても燃料切れは起きやすい相場には見えますね。再度下5万3000ドルタッチした際のロングなら、ここみたいにそこを固めてからの上昇と見やすいので、ロングも入りやすくはなってくるので、ディセンディングトライアングルの煮詰まりを待ってからの上昇を信じる方が優位性は高いとは思います。ビットコインのこれまでのトレンドラインとかサポートライン、割れてからの反発を見ると、急落してから1回深掘りしただけで上昇回帰したことはないので、今回もこれだけサポートライン割っているので、規則性から考えてもこの程度の底固めで上昇優位として見るのは個人的には早いと考えています。月足明日で確定なので、先月終わり値実態の上で6万199ドルの上でピンバー下髭とか実態を大きくした足が出れば、12月上昇相場には変わる可能性は高いとは思うんですが、もう時間がないので、個人的には再度上昇するにしても5万3000ドルを試してくる動きにはなりやすいかなとは考えています。次、リップル。リップルも今横軸と下落トレンドのレジスタンスにぶつかっている状態で、 1.0 もレジスタンスとして今強く機能してきているので、再度 0.9 まで下がってから、できればこのペナント下限 0.86 あたりまで下髭で下がってからのロングの方が無難かなとは思いますね。
リップルもこれまで強い下落からの上昇転換するにはある程度の煮詰まりを作ってから上昇していたりはするので、ここみたいな操作みたいな下げをするか、今の下落トレンドに押されてから煮詰まりを作ってからの上昇なので、再度 0.9 あたりまでは下げてきそうには見えますね。柴犬のいいところは週足で、これまで下落が強かったのに対し、で今コマ足出して下落の弱さを表している足が出ているところだと思います。来週にかけて陽線が出て高値 0.5045 を超えてくるならば、上昇転換のシグナルと見ていけると個人的には思います。日足で今のパレットトークンのような上に張り付いて誰が見ても上にブレイクしていきそうなアセンディングトライアングルの形を作るなら、一気に跳ねてきてもおかしくはないと考えています。 0.51 ここを突破してきたら強いと思うのと、であとここで煮詰まりを作ってきてはいて、それが週足で小回し形成しているので、上を試してくるレンジブレイクの動きは見せてきそうではあると思います。 0.51 をブレイクしてきたら完全に下落トレンドもブレイクしていけるので、上値は軽くなると思います。対してサポートは硬いと思いますね。仮に 0.51 のレンジブレイク失敗しても、その足が結局小回し安値がサポートとして機能してくる可能性があるのと、その下の 0.32 のサポートも強いサポートとして機能してくると思うので、上昇優位な相場には今見るチャートだと思いますね。で次 IOST 昨日の日足の上髭が少し厄介かなと思います。この下落の中で1位か2位を争うほどの長い上髭で売りの強さを表しているので、フェイク上げになる可能性は高いかなとは思っています。であとこのチャンネル上部もこの下落下中で一度もブレイクしてないので、 0.35 とかで買って短期利益狙いたい人は一旦の売りタイミングとして見てもいいとは思います。個人的にはまだセンターラインでとどまっているのと、昨日の長い上髭が警戒されている相場作りにはなっているので、次のサポートライン 0.27 あたりまでは下げてくるんじゃないかなとは考えてます。ただ下げ方が前回より弱いので 0.27 ではサポートは効いてくる可能性は高いとは思いますね。そこまで下がったら楽観で買っていい価格帯にはなるかと思います。最後パレットトークン、パレットトークン冷やし、これが陰線で閉じて今日の冷やしですね。で明日安値割るようなら利益出てる人は利確して逃げても間違いじゃないと思います。冷やしレベルで陰線で前日の安値割るようなら下落加速して上昇幅を打ち消す売り圧が懸念されるの で60円付近は以前長い上髭つけて落とされた価格帯なのと、日足で前日安値割れを起こしたらこのレジスタンスが意識されて利確が相次いでくると思うの であとそのプライスアクションが出たら逃げるのもありだと思います。前日安値割れですね。で今日が小さいレンジで終わるのであれば比較的利確タイミングの幅が限定されて逃げやすくはなると思います。で今の60円を実体確定で日足確定できたらさらに強い上昇が起こりやすくはなるので、80円あたりまでの上昇はあり得るので、下落のシグナルの足が出るまではまだ持っていてもいいとは思います。以上、ご視聴ありがとうございました。青木でした。現在フォビジャパンさんの方で3万円相当のフォビトークンがもらえるキャンペーンと、動画説明欄のリンク経由からの口座開設で別途1000円相当のフォビトークンがもらえるキャンペーンを開催しています。
ビットゲットの方では先着3000名様で最大8万円相当もらえるキャンペーンが30日までと、あとツイッターの方でもいろいろタラでもらえるキャンペーンしているので、ビットゲットのツイートの方もチェックしてみてください。バイビットさんの方では先着3000名様限定で初回入金プラス現物取引を1回するだけで10ビットダオがもらえるビットダオデビュー応援キャンペーンを開催しています。まだ解説してない方は下記リンクから解説してみてください。ビンボン取引所の方では300テザーと私のリンク経由からの口座開設でプラス50テザーの350テザーもらえるキャンペーンと、あと今クリスマス NFT 福袋キャンペーンの開催もしているので、このクリスマス NFT 福袋キャンペーンの参加条件は特にないので、口座開設で350テザーもらってから参加してみてください。今回私がチャート分析したほとんどの暗号通貨はバイナンスで取引することができます。バイナンスは多くの暗号通貨のエアドロップにも対応しており、信頼できる取引所です。動画説明欄のリンク経由からの解説で取引手数料永年 10% キックバックされます。国内取引所のビットポイントでは国内唯一トロンとエーダの取引をすることができます。2023年6月10日までスナップショットを行う予定であり、100枚以上のトロンを保有することで NFT トークンが毎月付与されます。レンジブレイクを狙って大きな利益を狙いたい方はバイビットかディープコイン取引所がおすすめです。ディープコイン取引所ではディープコインの取引をすることができます。この2つの取引所は追い証がないのでトレード資金以上の損失を出すことはありません。世界初のクワントスワップ機能、プロトレーダーに FX 取引を任せるワンタッチコピートレード機能があるビットゲット取引所もおすすめです。動画説明欄のリンクからの解説でボーナス5ドル付与、手数料 10% オフ、初回入金 5% 還元、最大50ドル還元が受けられます。オーバービット取引所では毎日ログインボーナスでビットコインかティアポイントが付与されます。1000ポイントのティアポイントでテザーかビットコインがもらえます。動画説明欄にリンクが貼ってあるので気になる方は登録してみてください。 Twitter と公式 LINE の方でもリアルタイムでチャートのことをつぶやいたりしているのでフォローお願いします。